ご飯がもう売ってなくて何もなかったからカレー飯です今日は。その場で当たる、500名様に当たるやつです。わかりませんでした。皆さん、カジマエです。すみません、レッスン終わりでこのボロボロな感じ。メイク直ししたかった。私、しようと思ったのに忘れてしまったわ。始めてしまった。口しか映ってないわ、今日。やばいやばいやばい。決勝戦です。一回途中で休憩入れよう。そこでメイク直ししよう。そうだ、そうしよう。ここで配信します。皆さん、カジマエです。知ってますか？こんにちは。今日はいろいろレッスンをやってたりしたりしたりしてました。ちょっとテンパります。最終日は独特な緊張感がありますよね。ちょっと正直昨日あんま寝れませんでした。だっておお久しぶりに今日はメンバーに会いました。みんないます。意外と動きが元気です。ニーナタン、お疲れ様でした。すみません、本当なんかすごいすごい気使ってもらってしまっている。すごい正直ちょっとコミカルでめっちゃ面白いって言ってしまって、お疲れ様です。気をつけてみんな、火事があとは戸締まりをしていこう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はボイトレでしたね。お疲れ様でした。ありがとうございます。皆さんが、はい、出ちゃダメって言ったら顔が主張してくるんだよね。みんなやめて、みんな帰ろう。じゃあね。顔が濃い子が今目の前にいましたね。身長が、あ、違うな、ミスインターナショナルですね。じゃあ気をつけて、バイバイ。お疲れ様でした。お先失礼します。さよなら。みんな帰っちゃいます。あ、なんか忘れ物してる方がいらっしゃいますか？ちょっと早く早く、それは電話だ。ちょっとご飯食べたいんだけどさ、なんかすごい申し訳ない。このせっかく配信をしているのにご飯だけ食べていいのか悪いのかわからないっていう。食べたいんだ。でも、あ、いいかな、すぐ終わります。でも配信はやりたくて急いで、みんながね協力してね、あの家事のやつを全部片してくれたから、ご飯買ってきなって言ってくれたんだ。そう、みんな優しいなって思った。今日この頃の俺だ。すまねえな。そう、サラダがあって、ちょっと今日は頑張ったんでいいですか？大丈夫？誰か投げてくれてる人いたんだよね。コスモ太郎さん、ヤイファイありがとうございます。ファイヤー、 Thank you。 スマホの行方大丈夫？ OK。 あ、忘れ物あるみたい、やばい。ディディさん転んだ。サイファン、アイアイファイヤーありがとう。青い惑星さん、ハートありがとうございます。サイファン、アイアイファイヤー、うわ、みんなくれてる。チェジさん、アイアイファイヤーだ。スズメさん、タヌタヌいただきました、ありがとうございます。そっか、みんな、ちょっとみんな、うまいっす。
ね、君。サラダ。ニキビ。サラダ。ニキビ。ねえ、さっきレシートもらうの忘れた気がするんだけど。あ、レシート。あ、ねえ、レシートもらうの忘れた気がする。え、号泣。泣いちゃう。レシートもらうの忘れた。いいか、そんなことはどうでもいいもんな。みんな。頑張れ日本。みんななんかちょっと本当にレッスン終わりな感じですごい申し訳ないんですけども、お元気ですか。はい、うん、クイーンズさんの通話おめでとう。うん、そうだ、もう発表されたんだ。これはびっくりですね、びっくりですね。バイバイ、またね、ピース。笑ってくれた、苦笑い。バイバイ。そうですね、クイーンズさんというつんくさんが楽曲をプロデュースされてるダンスアイドルグループさんがいらっしゃるんですけど、この方とのツーマンが決まりました。すごいちょっとビッグな方で、めちゃくちゃびっくりしてたんですけど、話題性のある方だったので、まさかツーマンをねやっていただけると思っていませんでした。キューバーズさんですね、お兄さん方と一緒に、ライブやらせていただきます。多分結構びっくり、いや絶対予想できなかった方だと思うんですけど、私たちも予想してなかったのでびっくりです。こういうダンスの方です。みんなで踊りましょう。私たちもやりたいです。鬼様方たちがね、ちょっと大人の鬼様方たちに、ちょっと負けないようにアップガニキ頑張っていきますので、応援してください。応援してくださいというか、みんな来てください。ライブ。ぜひ来てくださいね。どんな感じになるのか全く想像できないですけど、とっても楽しみです。大きい発表はそれです。はい。うん。食べながらでごめんなさい、皆さん。ということで最終日です。イベント最終日でございます。今日までいろんなことしてきたんですけども、最終日、うん、1位で逃げ切りたい感じ。まんやお願い、本当に逃げ切れない。うん、どうにか逃げ切れないかドキドキしてますが、逃げ切れますように。私は1位でフィニッシュを目標にしています。あー、終わりにしよう。よし、
然食べ、ごちそうさまでした。飲んでるのはビタミンですね。じゃんじゃじゃん。ということで改めましてですね、アップアップガールズ角にきのカジシマヤです。ちょっといいポジションがなかなか見つからず、ちょこんな感じになってしまってるんですが、どうですか。むずいな。ちょっと歩こう。なんかスマホのスタンドがあった気がするんだよね。ここにあったかな。ダンス配信できるよ、そういえばスタジオだから。スマホスタンドなかったか。ないや。失礼しました。惑星ループ一人踊ってみたらできるよ。一人しかいないからね。じゃあ一回惑星ループを踊りたいと思います。これ誰か来たらちょっと恥ずかしいけどね。見えるかな。ちょっと低いね。ちょっと待ってくださいね。いやー、カジシマ残ってます。ちょっと一人ってここにいるの結構怖かったり実はします。なんかそういうこと話すると本当に怖くなるから、あまりしたくないからやめよう。よし。全然足元映んないんだね、これって。いい、こんな低くても。本当だ、足元全然。あ、こういけばいい。あ、違うな。チュッチュルルトゥルトゥトゥルトゥルル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 あなたに会いたいな、気持ちがループループする、なんちゃらかんちゃらなななななうんちゃらるだるだら、あなんちゃらかんちゃらなんちゃらランダランダラダン、なんちゃらなんちゃらんだらだうんちゃららだらだら、プップルルプルプップルパパラパパ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 、トゥトゥルトゥルトゥトゥルトゥパパ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 パ、うたねでででだだだだだ、大丈夫か。私あんまダンス上手じゃないんですよね、すいません。こんな感じで複製ループを踊ってました。 YouTube の方に私の踊ってみたの動画が上がってたりします。よかったら見ていただけたら嬉しいですね。
火事です。声をたどって何個目もいいねいいねいいね。あみんな惑星ループ見てね。ちょっとあの化粧ポーチ持ってきた。ちょっとだけ直したい。あまだ1位。あーよかった。願いこのまま。ちょっと息だけ隠そう。恥ずかしいから。本当にね、ニキビできちゃってね、悲しいの。はい、くれたー。こんなの子って便利。あ、ちょっと充電器届かないやん。こっち行こう。カレー飯がね、2位の人は21時から配信予定だって。まあやばいな。なんかドキドキして止まんない。ということで、カジシマンヤです。改めましてなかなか難しいですね。こうやればいいんだ。カジシマンヤです。最終時間は配信で終われない。リコーダー持ってきた。あります。リコーダーちゃんと持ってきましたよ。一人のスタジオは本当に寂しいね。ということです。みんながギフトすごいくれる。ダンス踊ってる時なんかみんな投げてたよね。投げたの。ほら、なにこれ。ホソチン転んだ。待って、ソイフォンめっちゃ大きい。かわいいもらってた。かわいい子してかわいいふやんけ。ありがとうございます。もらいますね。ヨネさん転んだ。ジジさん転んだ。一休ちゃんハートもらってた。ありがとう。ガム、ガムだるまありがとうございます。ガムが転んだ。馬いただきました。高くん、ヤマトくんもくれてますね。おいちゃんイエイファイヤーありがとうございます。みんなが音符もありがとう。ジジさん転んだ。さきっこさんも転んだ。みんなくれてます。おいさん音符ありがとう。あー、青い惑星さん入ってくれてます。わー、みんな早くて全然追いつけない。カジシマンヤ、ジジさん転んだ。ムサイさん転んだ。ヨッちゃんお疲れありがとうございます。ムサイさん、ムサイさん、ソトさん、ジジさん転んだ。待って、どっか飛んだな。タカくんいいねもらいました。ありがとうございます。あやほしさんだるまありがとうございます。わー、みんなめっちゃくれてたのね。ありがとうございます。感謝です。カジシマ、とても嬉しいでござる。いやー、ほんとありがとう。ありがとうございます。感謝です。嬉しいやです。皆さんの愛を受け取り、カジシマとてもハッピーマンですね。ありがとうございます。とても嬉しいです。20万さんついてるって、皆さんのおかげすぎる。ありがとうございます。ちょっとだけあのどうしても気になることがあると。私はこうちょっとどうしても気になることあるとこうやって見ちゃう。ごめんなさい。ちょっと待ってな。やっぱり私レシートもらってないや。レシート見てさ、じゃあ絶対もらう派なんですよね。泣き、まあ、ないから何なんだって話なんだけど、なくても別に大丈夫なんですけど、なんかそわそわしちゃうんですよ。こう1ヶ月分
かレシート全部貯めるんですよ。で最後にバッて整理するタイプです。はい、そんなこと全然もいいんだ、ごめんなさいね。はい、ということでした。あ、武蔵さん転んだ、ありがとう。ちじさんも転んだ、外さん転んだ。レシート管理する派です。2位の人が配信を始まってます。ありがとう、本当にみんな。ドキドキします。超久しぶりですって、オーロラボーイくん、あ、覚えてるかもしれない。ま、待ってます、また来てね。一休さん、やいぱいや、コスモ太郎さんがだるまくれてますね、ありがとうございます。熊吉さん、タコ10をいただきました。あ、ちょっとやっぱこれ低いな、もう一段なんか欲しい。でもないんかも、無理かな、もう無理だな多分な、どうしても。あ、絶対無理だ、あ、いけるかもしれない。無理するのは良くないな。あ、絶対見てた方がいいやつだ。そしてちょっとなかなか配信が定まらない勝ち前です。あ、いいじゃん、うん、よかった。あ、顔がさ全部入らなくて、いやいやよって感じだったよ。勝ち前です、落ち着きました。ここでややみさん転んだ、ありがとうございます。どんな感じだろう。でもね、これ飲み物なのね。そうだから、ちょっと飲めないんだな。ちょっと飲むね。うまい。何吹こう全然決まってない間違えた。なんとなく夏祭りが思い浮かんだので、あ、ちょっとテロップつき忘れてました。そしてまだツイートもしてない気がします。わかんない、何時までなの。20、もう一回更新するけどね。最終日、あはー、クーフー、最後です、最後ですって打つね。やだ、最終日、うっぴです。ほい、できた、勝ちます。普通に口にするしはもっとうまかったりするのかい。だって実はうまくないんです、うまくないんです。あ、一回切ろうと思ってます。鼻が一番上手なんですね。何がいいですか。なんか今有名な方だったの、キキハナ、
今左ですね。これ結構変わるんですよ。右左こんにちはってなるタイプです。カモベベカジマ、あ、直樹くん、ありがとうございます。え、初ですか。いや、そんな、いや、でもニコワタ特技なんです。あの、聞いて含んで、なんかおすすめなどありましたら、いきますよ。なんだろう、何がいいかな。吹こうと思ったの。なんか私アイドルやってるんですけど、アイドルのオーディションの時に、あのアイドルのオーディションの時に目の前に笛があって、鼻で吹いてって言われて吹いたらすごい上手だったんですっていう感じなんです。これはニーナタンがくれたタンプレです。爆笑してるって。え、じゃあなんか捧げるね。直樹くんに捧げます。ありがとうございます。皆さんたくさんのコメント嬉しいです。なんかわかんないけどリコーダーが今日いっぱいあります。小さいのがいっぱいもらいました。タンプレ、タンプレっていうか、お土産くれました。おいちゃん、ありがとうございます。うまい、ありがとう。竹原さん転んだ。ええ、なんかいっぱいいろんな人来てる。サンチェくん、キングさん、やばい、これ日常ってやばいんかなって。なんかリクエストください、私に吹かせてください。なんかもうそわそわ、最終日でそわそわしちゃって、あのなんかもうダメです。もうドキドキしちゃって、もうリコーダー吹くしかないみたい。よく配信、毎日配信させてもらってます。はいはい、アンパンマンのマッチ吹きます。衣装があるんでね、曲もね、リコーダーとのね。みんなありがとう。普通に二の足を弾こうだ。弾きます。
ゼのためにが来ました。エリーゼのためにってどうやって吹くんだっけ。あ、こっちが、これエーデルワイスだわ。間違えたところで笑ってしまう。最高。パワーに塗るバターさん、ありがとう。高くありがとうございます。好きな子がリコーダー舐める話があるか知らなかった子は泣いちゃうね。確かに。あ、ちょっと全然追いつけない。ジジさんが音符いっぱいくれてるの。高くハートありがとう。みんなありがとう。ありがとう。ジジさん、うまいいただきました。めちゃ頑張って伝わってきたのでフォローします。ありがとうございます。感謝感激、どうしゃぶりですね。ありがとうございます。あ、拳の花。泣いてる。サーボンが喜んでくれてハッピーよ。おいちゃん転んだ。ジジさん音符ありがとう。リコーダー苦いからね、舐めてもらって。舐めちゃいけんぞ。通りがかりで吹いた。ミサキールくん、いやー吹いたの。じゃ吸って、私も吹くから一緒に吹こう。ベビレさんの曲。転んだ、ありがとうございます。ない、泣かないです。皆さんのリクエストに答え続けたいと思います。最終日頑張ります。アッパーカット。ありがとうございます。でもね、このままだと会社が酸欠になるっていうね、奇跡が起きそうなのでね、ほどほどのところで止めたいと思いますが、今会社前の中でフィーバータイムなので、皆さんぜひリクエストお待ちしております。よろしくお願いします。みとしくんだ、転んだ、ありがとうございます。会社前ハッピーでございます。嬉しい嬉しい、みんなが反応してくれるの嬉しい。嬉しいだ、ありがとう。ドラクエ、少年時代。じゃあ
じゃあ夏休み風なんちゃら私の心はあれもよたた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 たこれだ。なんか歌詞違ったみたい。やばい。私の心はあれちゃいけない。なんだっけ、夏休み風またぎ。トシアン誰もありがとう。私の生まれるなんちゃら、あ、夏模様か。私の心は夏模様、夏休み風あざみ、私の心はなんちゃら、風が吹きなんちゃらら、私の心は夏模様、風が過ぎ扉開け、一ヶ月過ぎて寂しくなって眠れなくなって、僕はちょっとニトリへ行ってくる。わかんなくなってきちゃった。ふざけ始めちゃった。ごめんなさい。おいちゃん転んでありがとうございます。ヤンボーマーボーはもう歌った。わかんない。わかんない。ごめんなさい。すいません。全然わからないです。すいません。後半ちょっとふざけ始めちゃった。ごめんなさい。夏休み風あざみ、私の心をラララララ、僕はのいラララララ、私の心は夏模様。わかんない、ごめんなさい。全力でした、全力でした。一個さ、どんだけちょっとチェックいくさ、毎日ショールームやっても長いの。どんだけイチコロ背負い投げ素敵、それは明日に言って今言わないで。なんで声ガッサガサなの今日。みとしくありがとうございます。あ、違うかな、ただのカジシワイヤ。お前がお前がお前がだ。それはみとしくありがとう。これは何の配信なんだ、わかりません。もうコメントに答え続けるっていう。明日声でなくなったら困る。明日ボイトレなんやね。またそうなの。あやちゃんです、こんばんは。風島です。最終枠です、これです、これ最終枠なんですよ。頑張ります、頑張ってみたんですけど、すいません、こんな配信しかちょっとできないっていう奇跡ですね。やばいです本当に。声がさがさ結構来てます。頑張ります。もう少し差を縮められてる。やばいっすね。2人の方の配信が始まったと言って、ロッキーのファリロリジダオモドミポッピーってやつですよね。あ、笑い担当じゃないです。
全然です、そんな面白いことなんて何もできません。お集めの方もぜひカウントだけでもお願いします。カウントだけでも皆さん協力よろしくお願いします。え、みんなでみんなで作るショールーム的なところがあります。え、鹿島ってあやって言います。違った、ロッキーってなんだろう。ねえどうしよう、喉気をつけます。ありがとう。やばい、みんなロッキーじゃないって。ロッキー何？ワンワンフォートゥーワンパンツパンツパン、ワラウェレジョウォーワラウラウラウってやつかな。あ、やばい、うん、こんな配信しかできない奇跡ってのに惹かれました。え、ありがとう。誰？吉高くん、ごめん、私こんな感じです、すいません、なんか全然なあ、変なチョコで申し訳ない、変なチョコな私でもです。なんか3491にいってる。壁ドン、ありがとうございます、それは嬉しい。可能はできます、可能はできます。 We are the champion、 We are the champion、 We are the champion、 我が友よ、冒険者よ。違うな、これ TOKIO さんやわ、違う。ありがとうございます、 ありがとうございます。どうしよう、あ、全然それ違うわ、全然違う曲だわ。We ambitious、 我が友よ、冒険者よ、勇者であれ、トゥトゥトゥ、 We ambitious、 だーだ、違うな、これじゃないんだよ、私が歌いたかったやつは。空船、あ、お姉ちゃんが踊ってた小学校の時、どんな曲だっけな、本当に鼻で吹いてて、空船を漕いで行け、ほーら船を漕いで行けってやつ、あ、全然歌詞ができた。この曲はあの姉ちゃんが小学校の時に踊ってたやつだよ、運動会で。いやー、ごめんなさい、歌詞全然分かってない、ごめんなさい、すいません、ちょっといつも曖昧な感じで申し訳ない、鼻で吹いてます。ストリートピアノとコラボしたい、そうずっと思ってます、それ。あ、城島さん、ご結婚おめでとうございますね、あの、なんか話題になってましたね。みとしくん、誰もありがとう。あ、アレクさんがタヌいただきました、ありがとうございます。ココリコ、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 ミラノヘアルーム開催しました、待ってました、ありがとう。吉高くん、また来てな、リコダー前に、ね、ありがとうございます。みんな優しい、こうやって来てくれる人。あ、アイスモールイングリッシュ、I'm a happy woman. Here you are. Passion. Hey! Here you are. Smile. Hey! Thank you. アベマで出てたかもしれないです。火曜ザナイトですか？出てました。ピーピーちょっとおこがましながらピーピー吹かせていただいてて。
けよ。ちゃ。はい。普通にアップアップガールズが小西の歌をリコーダーで。はい。ありがとうございます。なんかみんな水着じゃない、そんなに見られたって私何も出てこないし助けてください。防音の壁だ、すげえ、これ防音の壁やわ、すごい防音の壁だ、すごいわ、やばい、みんな見すぎだよ、私そんな見られたらもう恥ずかしい、どうしよう、めっちゃ見てる、どうすればいいですか、いっぱい見てる時は どういう吹けばいいですか。次世代ライバーになりたい会社前なんですよ、ちょっと本当に皆さんにこの私がこれから頑張らなきゃいけないんだけどさ、あー緊張しちゃった、会社前です、こんなにも中に30分切った、やばい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 、本当にやばい、本当にやばい、ね、どうしよう、ね、どうしよう、ね、残せない、あ、やばい、本当にやばい、本当にやばい、ちゃ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 、なんか服かピタゴラスイッチいきます、ちやわ、ありがとうもらってみんなに、やばい、北斗の拳よっしゃー、これ合ってるかな、アナコーダーカルテットクリコーダーカルテットカクレットットと共演をだって、あれなら吹けるんだけどな、知らない歌ないのすごい、やった、ありがとう、でもあれが知ってます、
見しちゃったんだけど、怖い怖い怖い、さスタジオに一人なんよ、怖いわ。何の飯だろう、怖い。誰だ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 、空にかかる白い雲、白い翼とガッチャマン、命をかけて飛び出せばなんたら忍法手裏剣だ、行け行け行けガッチャマン、飛べ飛べ飛べガッチャマン、地球は一つ地球は一つ、おーガッチャマンガッチャマン、ごめん全然わかんない全然わかんない全然歌詞わかんない、ごめんなさい、ほいちゃんありがとうございます、いろいろ違ったって、あ全然わかんない、地球は一つ、あれなんだっけ歌詞わかんない、こんな感じかなって思ってたよ、でたらめ歌詞こうだよって、歌詞歌詞雰囲気わかる、ななちゃんななちゃんありがとう、やったまのエンディング、どんな曲だっけ、やったーやったーやったーまん、やばい全然わかんない、ごめんごめんごめん、あの掛け声では全力でやるよ、シャキーンパワーアップパパパパラパパップパパパってやつなしてます、やばいドラえもんの歌、はいリコーダー、更新しますか、もうすぐ更新しますか、もう一個の方、ありがとうございます、そうします、これが欲しかった時は何を富田くんお願いしたんだろうね、更新できるの、もうできるのかな、更新できる、ね、猫の声真似に私も聞こえたわ、自分でやっててね、ちょっとお水飲むね、まだか、今36分なんだ、やばい、あもうちょっとだけ入ってるわ、おいしいおいしい、7000人、なんでそんなに見る、ね、1万人行きたくなってきた、ちょっといけるかな、すごい見てるじゃん、でも更新しなきゃあと6分で1万人はいかんよね、すごい7000人です、なんでこんなにいってるの、どうしてかしら、あやちゃんです、ななちゃんハートありがとうね、なんでそんなに見るんだろう、ちょっと今スクショしちゃった、大人になったら忘れちゃうのかな、そういう時は思い出してみよう、なんでこんなに言ってるんだろうか、シャララランラン、にどうしよう、なんか吹きます、みんなのために吹きます、何か吹きます、アイドルの枠でトップやった、私
トップになりたいよ。リコーダーなるべく映して吹いてみたいと思います。それでは私の中で最難関のものを弾きたいと思います。あ、スマップさんにしようか。トゥルトゥトゥトゥってやつが人気のやつだよね。バンバンってやつ。ちょっとやばい、最終回だよ。愛される、愛されるよりもだ、愛したいマジで、こんな時イエイエイ、こんな時イエイエイ。ちょっと全然歌詞わかんない。私ね、音楽番組が好きで、ね、お母さん音楽番組好きで、それに一緒見てたんだけど、ごめん、本当に有名な部分しか知らない。愛されるよ。まあ、こっちで行きます。攻めていくっていうスタイルでいきますか。嵐さん、嵐さんはね、あの曲ですよね、やっぱりこれですよね。なんだっけ、歌詞出てこないな。You are my soul だ。 You are my soul、 so、有名な曲で攻めていくタイプで頑張ります。うわ、8000人の皆様ありがとうございます。感謝です。この後すぐ更新をして行きます。更新をして、とりあえずはパップガールズ過去に木の梶島屋と申します。特技はハナリコーダー、ハスキーボイス、テンパリショーではありますが、テレビお茶の間の梶になれるように頑張っていきたいと思います。皆さん応援よろしくお願いします。基本的に音楽が好きで、皆さんの好きな曲を吹いて皆さんが笑顔になってもらえるようになんて勝手に思ってます。本当は1万人行きたいところなんですけども、ちょっと更新をした方がいいんじゃないかっていう説が流れております。どっちの方がいいのかちょっと分かんない。1万人行った方がいろんな人が入ってくるから、いろんな方がカウントしてくるかもしれない。でも一回こうガッとしてわっとカウントワークやった方がいいんじゃないかっていう説が流れております。これは多分私は一回更新した方がいい気がするので、更新します。皆さん一回すぐ買ってきますね。鹿島屋です。